それから三年の月日が経ち、お房は十七になりました。その頃、長池の大池に恐ろしく大きな蛇が住み着いていました。七つの山と七つの谷にまたがるほどの大蛇で、体には大きな鱗が網目模様を作り、ところどころ苔が生えていました。 普段は池の底深く潜んでいますが岸辺に人が近づくと突然水面から鎌首を持ち上げ大きな口を開けて人のみにしてしまうのです大蛇のせいで長池塾に泊まる旅人の数はめっきり少なくなり旅館もお店も商売ができなくなってしまいました 町の人々は困り果てましたが、どうすることもできません。お役人に行っても、天使様にお願いしても、返事はいつもこうでした。大変気の毒だが、どうすることもできない。それもそのはず、何度か役人やお侍が大蛇退治にやってきたのですが、大蛇にあったものはみんな腰を抜かし、 ある者は大蛇に飲まれ、ある者は大蛇に押しつぶされて死んでしまいました。最後にやってきたお役人と来たら、退治をする前の晩にこっそり町を抜け出し、京に逃げ帰ってしまったのです。大蛇の噂は瞬く間に国中に広がり。 生き塾には大蛇がおるぞいのちがおしけりゃ通るんてないぞ長いき塾を通ったならばめったに京へはいきつけぬめったに奈良へもいきつけぬ」というありがたくない歌までできてしまいました。 その年の秋大雨が三日三晩降り続いたその晩にお房のお父は町の西の端にある杉徳さんの家に頼まれていた里芋を届けに行きましたお房の家から杉徳さんの家まで往復しても四半時すぐに帰ってくると思ってお房は待っていましたが 音はなかなか帰ってきません。やがて雨の音が一段と大きくなり、街道が西の方から騒々しくなってきました。人々の叫び声が聞こえます。大蛇だ大蛇が出たぞみんな山の方へ逃げろ おふさが慌ててわらじをはき、身のをきて傘を手に持ったとき、杉徳のおじさんが家に駆け込んできました。おふさ、大変だおとうが大蛇に飲まれたおふさは、雷に打たれたようにその場に立ち尽くしました。おふさ、しっかりしろお前まで食われちまうで杉徳のおじさんは、おふさの手を引くと、どしゃ降りの雨の中、 高台の畑の方へ逃げていきました。畑には町の人が何人か逃げてきていました。見下ろすと雨に煙る街道を大蛇がのた打ち回るように暴れ片っ端から家を壊しているのが見えました。真っ赤な口を大きく開けて町の人を飲み込む様もはっきり見て取れました。お房は、 悲しむことも忘れ、ただぼうぜんとこのありさまを見ているのでした。やがて、朝になりました。大蛇は池に帰ったのでしょうか、その姿はありません。しかし、街道筋の家々は軒並み潰され、家族や知人を探す人々の声があちこちから聞こえます。おと <noise> おふさも声のかぎり音を呼び続けましたけれども弟は二度と会うことができませんでした亡きがらさえも見つからなかったのです多くの町の人が亡くなったり行方知れずになったりしました町のあちこちからそれを悲しむ人々の泣き声が聞こえます おふさも音をなくした悲しみでいっぱいでした。まる二日間、泣いて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 、泣きつかれて眠りました。